北川景子、1986年8月22日生まれ出身地、兵庫県身長160センチ血液型、O 型北川景子さんは日本の女優です北川さんがニュースエブリーに出演し子育てについて語りました北川さんは2016年に歌手 大母さんと結婚し、20年に長女の出産を発表。その後、第二子も授かりました。北川さんは子供を持って変化したことを聞かれ、いただいているお仕事を大切にしようという気持ちがすごく強まっている気がして、結婚、出産を機に変わったことかもしれないです、と告白。大事なものができたから、とにもかくにも家庭を優先しながら、 どっちが子供を見るかとか両方の親ががいいいいななっててことがないようにしています。そういうバランスの中でやれる仕事を自分なりに頑張っていければいいかなって両方ちゃんとやろうっていう風に思いすぎなくなったというかかえって仕事も楽しめるようになったと子育てと仕事のバランスが取れていると明かした娘の成長を実感した最近のエピソードについては。 娘が私が家に帰ったら、ママ、ソファで休憩していいよ、って言ってきて、どこでそんな言葉を覚えたんだろうと思って、そんなちょっとしたことなんですけど、昨日まで言えなかったことが言えたりとか、急に仕事から帰った私をねぎらおうとする思いやりが見えました、と笑顔で明かしました。もう、すっかりママになったと思わせるエピソードですよね。